は、白洋町のスルターン。現在のイラン西部、イラク、トルコ東部、アゼルバイジャン、アルメニアを統治した。白洋町の英種として有名である。本名は、アブーナスルハサンベグであり、トルコ語で、背の高いを意味する、ウズンの形容詞をつけた名前で呼ばれる。白洋町が、赤、薄オレンジが、ウズンハサンの征服地、黄緑が、属国ティムールが、 ウズン・ハサンの祖父であるから、ユルク・オスマンを、現在のトルコの都市であるディアルバクルの統治者として、任命した。その際に、エルズ・インジャン、マルディン、シャンルールファ、スイバスモから、ユルク・オスマンが統治することとなった。そういった環境の中で育ったウズン・ハサンは、1453年に、ニージャ・ハーン・ギールとの争いに勝利して、白羊朝の君主となる。 アナトリア北部のトレビゾンド皇帝ヨハネス四世の娘をめとり敵対する黒羊朝には表面上従属していた。1461年に同盟国であるトレビゾンド帝国がオスマン帝国のメフメト二世の攻撃を受けるとウズンハさんは母のサライハトゥンを外交官としてオスマン軍に派遣しオスマンとの付戦条約の締結を申し出た。 トレビゾンドへの援軍の派遣の禁止、オスマン軍の遠征にサライハトゥンが帯同することを条件として、二国の間に停戦が成立する。こうして、白洋朝の支援を立った上で、メフメト二水は同年にトレビゾンド帝国を滅亡させた。一方、黒羊朝の君主であるジャハーンシャーは、白洋朝の急速な勢力の拡大を警戒し、1467年に、 ウズンハサン討伐の遠征を開始した。ウズンハサンは、虫の平野で野営中のジャハーンシャーに奇襲をかけ、ジャハーンシャーを殺害する。ジャハーンシャー死後、2年に満たない期間に、ウズンハサンは黒羊朝の領土を併合した。1469年には黒羊朝から助けを求められて進軍したティムール朝の君主アブーサイードを捕殺し、 二人の君主に勝利したウズウンハさん・ハサンはイラン高原西部を支配下に収めた。しかし、アナトリアに残る米陸国家のカラマン公国を支援していたことから、オスマン帝国との衝突は回避できないものとなっていた。ウズウンハさん・ハサンはベネツィア共和国とオスマン帝国との衝撃を起とした。1472年にベネツィアは、 白洋朝への大砲とか薬の供給を約束するが、オスマン軍によって武器の輸送は阻まれる。1473年、エルズインシャン近郊で、オスマン帝国軍と白洋朝軍は衝突する。しかし、オスマン軍はすでに火砲を持っていたことから、白洋朝軍を圧倒し、アナトリアはこれ以後、オスマン帝国の領土に組み込まれることとなった。オトルクベリの戦いの後の講話では、 ユーフラテス川が、白羊朝とオスマン帝国の国境と定められ、白羊朝が創出した領土は少なかった。しかし、ウズンハサンの権威は低下し、彼の兄弟や息子が、たびたび反乱を起こした。1478年、ウズンハサンは、首都タブリーズで病没した。以降、白羊朝は衰退へ向かった。トルクメニスタンの首都アシガバートにある。 トルクメニスタン独立記念塔には、ウズン・ハサンの彫像がある。ウズン・ハサンは、法典の整備を実施している。白曜朝からアナトリアを奪取したオスマン帝国は、中部及び東部アナトリアの統治においては、ウズン・ハサンが編集した法典に基づいての統治が展開された。そのことは、16世紀の資料にも残存しており、その資料は、南東アナトリア、北部シリア、 北部イラク、地中海をめぐる諸行から発見されている。オスマン帝国がウズンハサンの法廷を用いていた証拠であると同時に、白洋町が関税収入に依拠した公益国家であった証でもある。ウズンハサンはサファビー教団を懐中する目的もあり、当時の教団の教師であったジュナイドと接近した。しかし、それ以後の白洋町は、 サファビー教団の弾圧に政策を転じた。その後、白妖町をサファビー教団が滅ぼすに至ることになるが、サファビー町の初代者であるイスマー・イール・一世はウズン・ハサンの孫にあたる。ウズン・ハサンの懐中作の際に、彼の娘のハリマはハイダルと結婚しているが、イスマー・イール・一世は、そのハイダルの子供にあたるためである。 AB 板日比198羽田 P18AB 羽田 P190AB 黒メフメと2世イトルコの制服王144ページ AB 長田羽田ピアニッシモ78から79黒メフメと2世イトルコの制服王240ページ AB 羽田 P191 長田羽田 P113AB 長田羽田 P170 ありがとうございます